長野電鉄イベント S11 編成 &ED5001 系お別れ会での展示 ED5001 型は中央長野電鉄500系電気機関車は長野電鉄が1927年から翌1928年にかけて申請した直流用電気機関車である3両が在籍したが現在はすべて除籍されている 貨物列車の動力近代化を目的として、1927年5月に501が、同年10月に502が、翌1928年8月に503が、いずれも日立製作所において申請された。鉄道省が1926年に同じく、日立製作所において申請した ED15 系電気機関車を設計の基本とし、 ED15 型と同様の箱型車体を備える。その他、同時期に、日立製作所において、ED15 型を設計の基本として申請された、電気機関車には、南部鉄道に納入された1001系電気、機関車及び、富士見信鉄道に納入された210系電気、機関車が存在するが、鉄道省、ED15 型を含む3形式が、いずれも、 自長50トン級であるのに対し、本形式は36.27トンと比較的軽量であり、主電動機出力や各部寸法も全形3形式と比較して一回り、小さい点が異なる。後の改版により、本形式は ED5000 系、ED5001、ED5003 と解消された。貨物列車の牽引や、スキーシーズンの日本国有鉄道からの直通列車の、 県員に使用されたが、1969年に保有する路線を全線廃止した、常在系鉄道より、同社 ED500 系電気機関車2両を譲り受け、ED5100 型として導入したことに伴って、余剰となった e d 5 0 0に ED50003 が1970年4月に廃車となり、越後交通へ譲渡された。ED5100 型が貨物輸送の主力機となった後、 本形式中唯一残存した ED5001 は予備機として待機することが多くなった。1979年4月1日付で長野電鉄における貨物営業が廃止されると用途を失った ED5100 型は越後交通に譲渡されたが ED5001 は長野電鉄に在籍する唯一の電気機関車として残存し除雪、入れ替え、工事、 救援用として待機していた。しかし機動モーターカーや除雪車の導入等により、次第に用途を失い、最晩年は、譲り受け者搬入、廃車車両の車両輸送が、主な用途であった。1990年代になると新 OS カー10、軽と編成されイベント運転にも充当された。結局、老朽化などにより2002年3月15日に、 須坂市名の川田間での廃車車両の改装を最後に、同年3月31日付で除籍され、超電テクニカルサービスの機械扱いになった。そのため本線に出ることはできず、須坂駅構内の入れ替えに使用されている。2006年には、東洋高速鉄道で不要となった、安と車両移動機が導入されたが、ED5001 も引き続き入れ替えに使用されていた。しかし、 2017年3月5日のイベント、お別れ会をもって重慶と共に解体されることとなった。越後交通2乗とされた ED5002ED5003 は、後部標識等の移設、ステップ兼用のスノープロー、取付枠の設置などが行われ、ED510 系、ED511、ED512 と解消、解板された。導入後は、同社長岡線において、 貨物列車牽引に充当されたが、1979年に前述した ED5100 型が譲渡されたことで余剰となり、1980年1月24日付で2両とも廃車された。ED512 は現地で解体されたが、ED511 は保存のため同年10月に長野電鉄へ引き取られ、1990年以降は、 おぶせ駅構内に完成した長電電車の広場に移設され生体保存された。なお、生体保存にあたっては、車体表記を旧番号の500人に戻すといった復元が行われたが、越後交通上都に際して移設された、後部標識等の位置など原型ではない部分も存在する。2012年の八代線廃止時に、品の川電駅に移された後、2015年4月。 以後は自家不祥事で保存されている。H5 交通 ED510 系電気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。